神々との死闘の裏で闇がうごめいていた。ロキやアレスが撤退した後、太公望は人間に警鐘を鳴らす。この異界にかつてないほど不穏な気配が降り立ったと。太公望とカグヤは正体を暴くべく人間と共に調査に乗り出す。そこで同じく不穏な空気を感じ取った者と出会った。オリンポスの神アテナである。なぜお前たちがここにいる？あの妙な気配を感じたからに決まっている。そちらと同じくな。ダッキ様たちもいらしているようですね。アースガルズの神が降臨したのでしょうか？この禍々しい気配、それにダッキの存在、敵の神などよりよっぽど面倒なものが現れた可能性も高いがな。私の行く手を塞いで話に興じるのはやめてもらおうか。そこをどけ、私は先に行く。せっかちな女神だ。今は敵味方を気にしている場合ではないと思うが、まあいい、私たちも進むとしよう。これよりこの地に漂う異様な気配を探る。とはいえ、あの女狐を放っておくわけにもいくまい。私もお供いたします。ダッキ様の真意を今こそ聞かせていただかねば。人や戦艦の者と馴れ合う気はない。私は一人で行く。私の考えが正しければ、近い将来、彼女にも協力を仰ぐ必要が出てきそうだ。間違っても敗走せぬよう、気を配っておかねばな。まあ、武器まで当たってほしくない推測だ。当然ながら、私が倒れれば、この調査は終わりだ。みんな肝に銘じて行動をしていただこう。ダッキのことだ。影武者ぐらいは用意すると思っていた。あの方を倒せば本当のダッキ様の居場所を教えてくださるかもしれません。ひとまず戦力は十分と見る。小生はここに残る。あっしも待たせてもらおうか。いざって時の控えも必要だろうしね。クズどもが、はあ、やっ、へへへ、やっ、俺ごと噛み砕いてくれよ。我がコンボのサビにしてくれるな。
クズどもが。これぐらいにしといてやる。貴殿のご活躍お見事です。強迫力マイイギ三名来光陣情報が欲しい。補欠にいるとしよう。我らはこのままダッキの元へ向かう。探索将軍と総裁将軍は戦場の中央に向かってくる。それはアテナ殿を守るということですか。わかりました。行きましょう。対抗ボードの立場お気をつけて。大したものだ。その分まことに心強い。あら大工房さん、こんなところまでご苦労様。この私を閉じ込めるとは。ダッキを倒せば出られぬようだ。チレムに逆われろ。この戦場に破滅と破壊をもたらそう。勝利をもたらすのだ。なんだこの圧倒的な存在感。神を超える力。まさか。逆かれろ。もう対抗馬さん知ってる？オロチ様がすぐそばで暴れてるってこと。私たちが感じていたのは破壊神の気配だったか。追いかけた。悪い夢でも見ているようだ。なんということでしょう。この方が復活してしまったなんて。まあまあ楽しめたかな。じゃあね、また遊びましょう。ようやく懐かしい顔に会えるな。急ぎアテナに加勢するとしよう。アテナ殿、助力に参りました。ここからは共に戦いましょう。そうしなければあなたも、そして私たちも危ない。ならば勝手にするがいい。だが足手まといになればすぐに消えてもらう。敵対する神に加勢を申し出るとは、お前たち人間には驚かされる。そうでしょうか。美しい花に引き寄せられるのは当然かと。敵を相当する。はい。観察だ。私が出る。今は戦いに集中しない。貴殿のご活躍お見事です。そやつは一筋縄ではいかない。全員で力を合わせねば滅びるぞ。脅しではなさそうだ。本意ではないが仕方ありない。お前の居場所はもうどこにもない。破壊神、おとなしく黄泉に帰れ。我こそがこの世界の意志。世界は破滅を求めている。ただ破壊と滅びを望む存在か。水鏡で見てはいたが、対すると圧倒されるな。我は滅びぬ。世界が破壊を求める限り。
奴の本当の力はこんなものではない。長いは得策ではないぞ。あと、ああ一度引くしかあるまい。ダキちゃんのためや。ここは通さへん。ヒミコ、無茶しちゃダメよ。危なくなったらすぐ引くの。素直に逃がしてはくれないようで。大したものだ。その分まことに心強い。可憐な少女や表舐めとったら見てまうで。逃がさんぞ。俺に聞いてくれないか。君のような可憐な女の子とは戦いたくない。そんなんずるい。甘い顔と甘い言葉でうちを惑わさんといて。ができた。速やかに撤退しよう。遠回りになりそうだが仕方ない。行くぞ。ヘミコ、やられちゃったの。絶対に許さない。クズどもが。破壊神はいずれまた追ってこよう。早く逃げることを進めるだな。その時はまた撃退すればいいだけの話だ。できるものなのな。奴と対等に戦うにはそれなりの準備が必要だ。ああ、いいね。その調子で頑張んな。いらっしゃい。歓迎するぜ。この孫悟空様と遊んでいってちょうだい。三名来航時、悟空、時間稼ぎには任せた。知る。私はまっとなるオロチ様の強化に努めねばならん。よい。破壊の衝動が溢れてくるよ。知る。よっ。知る。俺の勝ち。なんというご活躍でしょう。あなた様に出会えて私は幸せにございます。すべてを破壊するのみ。もういや。オロチ様、俺たち味方です。わかったかな、アテナ。あんなものと対峙しても命がいくつあっても足りん。確かに今打てる手はないな。強迫、はい、秘伝のご活躍お見事です。このままで追いつかれてしまう。あの強者を引きつけてみせます。全滅してはいいのよ。誰かがおとりにならなければ。いざ進む。何を考えている。あの強さ分からぬわけではあるまい。敵もやるじゃない。分身か。こっちは急いでいるのだがな。悟空様ご本人はどこなのでしょうか。ちょっと遊びすぎたかい。はっ、アイブレイさん。死んだと忌まわしい。未知の強者よ。
分身の子、観察が相手となる。あなた、私と戦ってもらう。月の女神、全てを破壊する。月雷光線。おやおや、味方の退路が塞がれちまってるね。今こそ私たちの出番だよ。そこだ。小生の手を貸そう。ダッキと清盛を撃てば道も開け。俺に任せよ。あたたた、こりゃ引くしかねえな。やめよ。やっと本物を仕留めた。一刻も早く進むとしよう。そうだな、時間を稼いでいる者たちがやられてしまう。清盛のいる砦ではここか。さて、我が道術を試してみるかね。あの方に力を与え、術が弱まった。これは良好。さて、朝廷の相手をしてもらおうか。ああ、いいね。その調子で頑張んな。実に素晴らしい。飛行だからこそ私の期待に応えられるのか。我が術により脳下下はさらに強くなられ、もはや誰にも破壊は止められまい。なるほど、あの異常の強さは清盛の手によるものか。ならばその清盛とやらを撃てば希望は見える。ここがダッキのいる砦だね。こんなこともあろうかとちょいと細工しといたよ。何これ、勝手に門が開いちゃったんだけど。よしよし、うまくいったね。じゃあ相手をしてもらうよ。お見事な武勇にございます。雨土もことほいでおりましょう。勝利をもたらすのだ。はい、はい。まことなるおろち様がようやく復活された。今まで頑張った甲斐があったな。あんたと頑張った覚えはないわよ。なんでこっちが復活しちゃったかな。ボート殿、無事に再会できてよかったです。喜ぶのはまだ早いよ。クズどもが逃げながら木を伺おうとするかね。敵将を討ち取った、はい、あの存在を何とかしなければ。まだ早い。これでようやく術が解けたか。まったく厄介なことをしてくれる。一度は撃退した相手だ。今なら倒すこともできよう。そうだな、無事に撤退するにはそれが一番確実だ。どっちが来ない？そこか！さよなら！私が出る！私が出る、逃がさんぞ。
任せる。強さとは魔王オロチの力、すさまじいものだな。奴はオロチにしてオロチにあらず、滅びの意志だけを持つ破壊神。破壊神、何か引っかかるような。貴殿のご活躍お見事です。それなりに楽しめたかな。じゃあね。今回はなんとか退けたが、奴に関しては何らかの手を打たねばな。勝手にしろ。今回はやむを得ず協力したが、次に会う時は敵同士だ。皆様の力を合わせることにより掴んだ勝利、素晴らしきものにございます。私たちが以前あれほど強大な存在と戦っていたなんて。話には聞いていたけど、完全に思い出せたわけじゃない。いざ目の前にすると正直恐ろしかった。奴を蘇らせるためにダッキはロキたちと手を組んだってわけかい。ロキの方は戦力が欲しかったのかね。破壊神を扱うことなどできぬ。あれは彼らすら滅ぼしかねない危険な存在ゆえ。わずかですが主天道寺様の気配を感じました。あの方はもともとオロチ様より生じた存在、無理に力を注ぎ込み変質させてしまうなんて。扱いきれもせぬ破壊神をよみがえらせてどうするつもりだ。まさかこの世界を滅ぼそうとでも言うのか。これで問題なかろう。
報告。この世界に新たに英雄が現れました。アレスとリョフがその地へ向かっている模様です。あ、奴らも新しい仲間が欲しいってことか。我らと同じように敵もそれぞれ二勢力を相手にせねばならぬ状況だ。自分の力をつけるためにも、相手の力を削ぐためにも、英雄の獲得が必要なのだろう。破壊神の存在は気になるところ。しかし今はその者らを救うことが先決。兄者、急ぎ向かいましょうぞ。あれあれれ、どこにもない。どうしよう。銀兵、ずいぶん慌てているようだが、探し物か。一体何をなくしたのだ。はい、腕輪を。何、もしやあの腕輪のことか。それはなくしたでは済まされないぞ。どこに置いたのだ。心当たりは。朝の鍛錬では確かにあって、その後男の人にぶつかって吹っ飛ばしてしまったから、背負って家まで送り届けて、それからその時にすられたな。この世界の住人にも悪党はいるらしい。なんたることだ。今すぐ取り返しに行くぞ。戦場を混沌で染め、みんな虎には慣れてねえのか。俺が連れてったらびっくりしてたな。まあ最後は仲良くなったし問題なしだぜ。みんなと一緒に特訓するって大事だな。一丸となって敵。